皆さん、こんにちは、マレマレピョンです。イェイイェイ。はい、ということで、今日も恒例の愚痴共有大会。愚痴愚痴、愚痴愚痴言うてもええんねやで。朝、いいでございます。朝いいと、私のね、お股が映ってしまいました。大変失礼いたしました。では、早速、共有。友達にあの子嫌いって愚痴聞かされて、ああそうなんだって思って相談乗ってたりしたら、後日その友達嫌いな子と普通に遊んでて、なんで私愚痴聞かされたんですかね。私も女子だけど、ほんと女子ってわからない。わかる。なんて言ったらいいんだろうね、そういう概念ないんだよね。なんか別にただ言いたいだけみたいな、その場限りの愚痴をただ言いたいだけで、ほんと嫌いって思うんですけど、彼氏とかの愚痴を言ったとしても、かっこ彼氏の前ではそんな顔見せないし、ラブラブな時はラブラブだけどね、閉じみたいな感じなんだよね。まあ適当に聞いてていいんじゃない、愚痴とかは。で、参戦したら参戦したで、あなたの悪口をあの子が言ってたよっていうことになるので、すごい、それで私中学の頃すごいだるい事件みたいなのが、それで結構なんかはぶられたりとかしてたから、それもあんまなんか悪口言ってたら適当に流すで OK だと思います。続きまして、足の裏のイボが痛い。ウオノメパッチとかしてみたら。彼氏に付き合って初めての誕生日忘れられました。さらに気づいた、今もタンペレなし。遠距離だから会えないのも、彼がお金ないのも知ってるけど、お金ないなりにできることしてほしかった。一筆手紙を書いて送ってくれるだけ満足なのに。だよねー。分かった上でじゃあ何もないっていうのはちょっとずるくない？それは。許せない私は。あなたたち分かってる？そういう恋愛やってないからね、こっちは。ちょっと大事にしていただいて。記念日大好き。誕生日絶対祝ってくれるって思ってる。そわそわしてる。バレンタインホワイトデー大好き。とにかくそういう行事にぶつけて、思いを改めて伝えて、愛を確かめ合うっていうのが大好きやねんな、うちらは。よろしく頼むね。みんなの愚痴読んでたら、人間関係で悩んでる人の多さに驚いた。私だけじゃないんだなって思いました。ありがとう、頑張ろうね。こういうコメントもありがとうございます。うちのばあちゃんは言ってたのは、とりあえず食べて、とりあえず寝ておけば人間は元気になれるので、それをやってみてください。私とかよくやるのは、もう本当に大好きなものをわざわざ食べて、いいホテルに泊まる、一回お部屋を離れてみるとかね、そういうのもおすすめですよ。続きまして、今日は早く終わりますって言ったのに、結局5分も余らない授業をする。大学の先生にイラッとする。できないなら言うな。気合いだったなと思うよ多分。今日は絶対終わらせます。みんな任せてください。僕に任せ。あー足りない。熱くなっちゃったんだろうよ。今就活中なんだけど、面接で会った学生に内定持ってますか。僕持ってますって言われた。マウント取られた。つら。あーこんなことこんなことこんな。ムカつく。本当に腹立つよね、こういうマウント取ってくる人って。地獄に落ちろよ、お前が落ちろよって思うよね。私だったら心の中で中指を立てて、そいつの頭をぐっちゃぐちゃトンカチで叩き合って、腹立をもう鍋でぐつぐつに煮込んで、足の骨を全骨にしてやるっていう妄想をして心を沈めます。私もこの場を借りてぐずらせてください、どうぞ。自分は重めの一重女子なんですが、毎日アイテープをつけながら学校に行っています。その時定期的に親に変だよって言われるのが結構メンタル的にきついです。おやー、本当に気にしてるのに、あなたから生まれてこの体を傷つけないように生きてるのに、あなたの親だから変に言いたくないけど、ずるい。そんなの一重でも可愛いと思うよ。私もずっと一人でずっと悩んでたけど、なんかこういう動かす運動とかしてみる。こういう目を動かす運動とかしてみたら、自分のね、ことを大事にできるのって自分しかいないから、自分をね、こうやって可愛いってめでるのって自分が一番パワーが、効力があるから、変だねって言われた瞬間に、可愛い可愛い、変じゃない、今日も素敵素敵って。まぶたもね、生きてるからね、まぶたをね、こう撫でてあげるとかもいいと思いますよ。私はね、全部物は生きてると思ってるから。続きまして、守れない約束しないでほしい、期待しちゃうの。これな、あのね、期待して裏切られた時の絶望感って本当にやばいよね。すっごいよくわかる。だから私はあんま人に期待しないようにしているよね。だから結局自分で頑張るっていう人生を選びがち。彼氏と遊ぶとき計画立てるの全部私。あー、写真撮るのも全部私。私は彼氏をお連れする付き人ですか。彼女のために尽くすとかいう思考ちょっと何回号泣。結構来てるね。大丈夫？たまにさ、全部さ、人がやってくれる人とかいるじゃん。口を開かないのに全部周りの人がしてくれる人って、言わないの何も。待ってたら誰かがやってくれると思ってるの。その立場にたまにはなってみてもいいんじゃない？で、もしどうしてもやりたかったら、なんか実はさ、全部自分がやってて、ちょっと若干、てんてんてんだったのだ、みたいな風に言って、ちょっと言い方あると思うけど。
当に、本当にあなたそのカメラって、このカメラって本当にいきなり温度が高くなっていきなり切れちゃうんだよね。本当にあなたって本当にお熱さんなんだから。本当に本当に。続きまして、就職活動で面接に落ちるたび自分を否定されちゃった気がして無理、しんどいよ。大丈夫、ご縁だからすべては。すべてはご縁。出会う人もご縁。嫁ぐ先もご縁。入る会社もご縁だから、神様もっといいところに巡り合わせようとしてくれてるから、それを信じて頑張ってみてね。いつかは絶対どこかに入ると思うし、もし入れなくてもう疲れちゃった、もうやりたくないと思うんだったら、就職しない方が良かったっていう運命だから、それは全然大丈夫。自分の気持ちのままに動いていいと思います。隣人カップルが朝6時から追っ始めるので、喘ぎ声で目が覚めます。毎朝健康！隣人にこういう風に思われてるので、皆さん気をつけましょう。続きまして、久々に出社したら後ろ歩いてた同僚に、さっきマジ風強かったからお前のパンツ見えそうだったーと笑いながら大きい声で言われて、2021年最高にムカつきました。え、もしかしてお前社会人3年目じゃなくて人生3年目？子供かよっていう感じだね、これはね。本当に。お前にとってはストレス発散になってるかもしんないけど、こっちにとってはストレスがめっちゃチリツモなんだよ。おいってなるね、これは。私が災いを与えてやるよ。くそムカつく。これでどう？雰囲気がふわふわしてる友達に、最近マジで悪いこと起こりすぎて嫌になるわーって軽い気持ちで相談したら、人間はついている嘘の数が生まれつき決まってて、それを超えてしまうと悪いことがたくさん起こるのだよとか言ってきた。は？割と私も結構友達側の意見ばっかり言ってるから、なんかはって思われてそうで自分のこと気にしちゃった。これはちょっとうるさいってなるよね。普通に口縫い付けてやろうかって言ってごらん。続きまして、初恋に6年も費やしちゃったから、かっこいい人に出会ってもどうせ叶わないしって気持ちが先立っちゃって、好きな人じゃなくて推しにしちゃう。絶対自分にストッパーかけてるって分かってるのに好きな人にするの怖い。これは別に大丈夫だと思うよ。だって6年も人のこと愛せたんでしょ。それだけ人に対する情熱を持てる人だから、好きになったら一途だから大丈夫だと思う。逆に強みだと思います。レイちゃん、助けて。高校始まって2週間ぐらい経ったんだけど、休み時間に話してる子たちが私抜きで遊んでたり、私抜きの LINE グループ作ってたりしてた。始まったばっかで気にすることもないで自分では思ってるけど、どうしても嫌われてないかとか不安で気になっちゃう。レイちゃんどうしたらいい？私の場合はちょっと当たりが悪かったかな。担任の先生がその時、お前ならどうにかできるって言って、最終的に何もしてくれなかったんだよね。見守るっていうことしかしてくれなかったんだけど、私は結局何もできなくて、はぶられた時は、半年ぐらいクラスのことを喋れなくなっちゃって、で最終的に私は気まずいっていう関係が嫌だったから、修了式の時に言いたくないけどごめんねって言っちゃったタイプなんだよね。人に合わせるのってだるいけど、でも社会に出ても人に合わせないといけない時ってめっちゃあるんだよね。まあそれの練習だと思うかな、私だったら。ただね、それのやってる当事者としてはね、結構しんどい。毎日死にたかったもん。おすすめするのは、大好きな趣味を見つけて、何か没頭できることを見つけることかな。で、この人たちの存在を忘れること。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。絶対に、この人たちだけじゃないから、人間って。他にもいっぱい友達になる人っているからね。大丈夫。絶対大丈夫。そこだけが社会じゃないから。続きまして、白ニキビが鼻の中にできて、常に鼻くそを居座ってる人みたいな感じになってます。でも痛いよね、鼻のニキビ。わかる。この周りに油が結構溜まりやすいってことじゃない？じゃあ結構私は油分を除去するかな、ここら辺は。顔洗ったりとか。あと、オロナインこうこんもり塗ってから寝るとかね。もう二十歳なのに、彼氏はもちろん好きな人も気になる人もいなくて、充実してないせいで街を歩こうものならイケメン探しばっかしてますって、虚しくなります上。イケメンを見つけることなんて、本当に大人になってからもうやっているし、むしろそれが生きがいなのね、私って。イケメンを見ることによってパワーが出て仕事を頑張れて、最上級のイケメンと出会うために仕事を頑張るぞっていう気持ちで生きてるのね。だからイケメンって自分の心の栄養剤だから全然大丈夫、イムニだ。続きまして、こんなことを言わずに最初から吸ってるならどうでもいいと思うけど、俺喘息持ちだからタバコを吸うのが自分が吸うのも彼女が吸うのも絶対無理、大嫌いとか言ってたのに、吸う姿がかっこいいと思ったのか、アラサーで急に吸い始めたの意味わからんすぎて面白い。可愛くないもん、なんか3秒前に言ってることともう今言ってること全然違う人ってたまにいるから、本当にこういう人って可愛いと思う。続きまして、最近別れた人の話で、私に振られたのが嫌だったのか知らんけど、美人とか目指してるなら前々さんの彼女さん参考にしなとか言ってできて、燃やそうかと思った。燃やせ燃やせ燃やしてやるぞ、てめえのことなんか腹立つ。マジ何なんだよ、腹立つな。美人とか目指してるならっていう文でまず第一イライラだろ。でその後、何々さんの彼女参考にしな、しなというこの文ね、なんで貴様に指図されねえといけねえんだよ、腹立つな。私の職場炊飯器があって、みんな毎日同じ釜の飯を食べるのですが、余った米が必ずなくなってます。犯人は分かってます。その量本当に一人で食べるのでしょうか。犯人分かって
かってんだ。私だったら別に犯人探しとかしないかな。食いしん坊さんって肩で、心の中であだ名つけるかな。夜にいろんな悩み事が畳みかけるように思い出してきて涙出てくるから辛い。めっちゃわかる。なんで夜ってさ、こんなにも落ち込むんだろうね。太陽のパワーってすごいと思うんだよね。日光浴びる時間は絶対一日にね、あった方がいい。そう思います。続きまして、中学の時、隣の席の男の子に、人間顔じゃないので大丈夫ですよ。と言われた時はどうしてやろうかと思いました。うるさくない。貴様もなって返してやりたいですね。彼氏がモラハラ彼氏だということに気づきました。別れたいけど言えなくて辛い。別れた方がいいよ、絶対に。絶対に別れた方がいい。あなたは世界で一番大切な人間です。あなた姫。あなたは姫。違う形で満たしてくれてるのかもしれないけど、あなたの心が傷ついてるのに変わらない。ダメ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 。言えない子多いのよ、こういう DV とかモラハラされてる子って。言えない子多いんだよ。その他でなんか、満たされて愛してくれてるからいいやとか思っちゃうけど。そんなことしないでも愛してくれる人いるから。ね？ちえみさんが言ってたじゃん、35億って。あと5000万人って。もっと増えてるよ、多分。だから今もう47億とかなってるはずだから、絶対。大丈夫だよ、絶対であるから。今だと思ったタイミングで私は別れた方がいいと思う。続きまして、グループワークとか自分の意見をみんなで前で発表する授業が多すぎて無理、死ぬ。だるいよね、冷静にね。でもね、マジで会議とかになると本当に自分の意見ちゃんとまとめて言わないといけないから、社会人になると。って思うと、それはバカみたいな練習になるんだよね。社会に出た時に、自分の意見を言う場面が多すぎて、結構ね、あ、役に立ったなってなるよ。物事をきちんと聞き取る能力とか、評価する能力とかもつくしね、こういうのを逆に見てる立場だと。続きまして、友達の彼氏に、お前いつまでオタクやってんの？彼氏できないよ。俺だったら絶対付き合いたくないって言われました。黙れ！私だってお前となんか付き合いたくねえわ。推しの顔面になってから言え。ほんとそれな！ほんとそれな！賛同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 ！オタクに寿命もねえんだよ！続きまして、保育士4年目です。先輩も上司も言い方だらけで恵まれているのですが、小さなミスが重なったのがきっかけで、あるお方にはまらず、そのせいで持ちたい学年も持てず、私の夢だった1年目に担当して子供たちをもう一度担任して卒園させるを果たせず、ミスって1回すると気をつけていても 2回3回って気づきますよ、続きますよね。あれって何なん？はにゃ？失った信頼ってどうやって取り戻すの？私は反省をして、次に生かすなら何をしたらいいかを明確にして、次にチャンスがやってきた時に絶対にものにする、滑り込みセーフとかかな。続きまして、最近好きな人ができて自分の行動一つ一つ意識しちゃってどうすればいいかわからない。しかも隣の席のだから、その人が物を落としたとき、自分なんかが触っていいのかとか考えちゃって拾えなくて、絶対性格悪いと思われてる、泣いた、強く生きよう。大丈夫だよ、私なんてこの間現場ご一緒して役所広司さんが落としたボールペン私が拾ったからね。私なんかが役所広司さんが落としたボールペン拾ったんだよ。世間は明るいよ。大丈夫大丈夫、拾って嫌って思う人いないから絶対大丈夫、強く生きよう。続きまして、日々のハードワーク、家事育児にプラスで資格試験の勉強、こんな前に大して稼いでないくせに酒飲んでいいご身分だなという旦那。バルス。バルスすぎない？ちょっと。あ、充電なくなる。ちょっとバルスすぎない？ムカつく。マジで何なの？本当にさ。なんで頑張ってること分かってくれないんだろうね、男性。男性だけじゃないかな。分かってって言うのももうかったるいよね。え、別にさ、頑張ってるんだからさ、ご褒美ぐらいさせてくれよって思う。酒ぐらい飲んだっていいじゃん。最後はこちら。上司の5分だけいいが1時間20分で死ぬ。時計読めますか？ということで、以上、マリアマレーでした。皆さんの明日に幸あれ。幸パウダー。愛してるよ。